チャプター4サンズオブケイオスシーカーズ。強鎮。オーリュモンの左右の刀が落下した。ドルゴラモンの破壊の進撃の前に、ユーリンのパートナーデジモンは翼を砕かれ、ネットワークの海に沈む。ゲートに叩きつけられる。長い体を弾ませた後、そのまま横たわった。オーリュモンは気絶。マインドリンクしているユーリンも意識を失う。そして、一気に成長期の姿に退化してしまった。ダメージによるものか、あるいは敗北を悟ったオーリュモンが、誰よりデジコアにいるユーリンの生存のために、本能的に少しでもマインドリンク持続時間を伸ばそうとしたのか。リューダモンとなって横たわった相手の姿を確かめると、ドルゴラモンはダウングレード、成長期ドルモンの姿に戻った。デジコアは傷つけていない、ドルモンが告げた。傍らにコウスケがホロライズする。拘束させてもらうぞユーリン、もう意識もないだろうが。ツールを起動、リューダモンに拘束ツールをはめる。 X 国データサーバで無限ドラモンを拘束していたツールと同様のものだ。リューダモンにユーリンがマインドリンクしている以上、デジモンのコントロールを完全に奪うことはできないが、動けなくすることはできる。そこまで作業を終えると、コウスケはやっと一息ついた。ごめんねリューダモン、でもこうするしかないんだ、と言いながら、ドルモンはさほど申し訳ないと感じてるわけでもなさそうだ。オペレーションタルタロスフェイズ2コンプリート。フェイズ3に移行するぞドルモン。了解パートナー、オペレーションタルタロスを続行。予定よりもマインドリンク持続時間が押している。許容の範囲内だ。クラッカータルタロスほどの SS 級クラッカーであっても、究極体による戦いではマインドリンク持続時間を大幅に消費する。それでも木坂田康介はデジタルワールドにとどまる時間を未だ十分に残していた。オーリュモン、手ごわすぎたね。ドルモンは拘束された好敵手を見た。ああ、二度とこんな戦いはごめんだ。お互いマインドリンクしてなかったら勝負ついてないよ、絶対。ドルモンが言いたかったことは、ユーリンとマインドリンクしていたからこそオーリュモンは強くなり、そして今回だけはそれが敗因になったということ。ユーリンは彼女の心に後悔がある限り、サヤの救出を諦めていないコウスケを止めることはできなかったのだ。マービン、生きてる？ドルモンが幹部チャットで声を飛ばした。かろうじてな。マービンの返事が返る。まだ余裕がありそうだね。 SOC は作戦の進行とチームの状況を確認した。デジタイの主戦力オーリュモンを撃破拘束、マインドリンカーのハイコマンドラモン2体はエイジの進化したソルガルモンが沈黙させた。デジタイの部隊はおよそ3割を損耗。こちらの被害は、幹部たちの完全体はマインドリンクのタイムリミットが迫った順に離脱していた。残るは指揮のために温存されたマービンとエイジ、あとはわずかに数体だ。総括すると、互いに戦力の消耗が激しいものの、デジタイは SOC に対する決定的な打撃力を失った。スラムのデジモンは奮戦している。煽りに乗ったクラッカーたちのデジモンは未だに数を増してはいるものの、優勢なゲートキーパーの迎撃によって勢いを失いつつあった。潮目が近いね、ドルモンが判断する。均衡が失われた時、戦局は一気に動く。 SOC にとってはオペレーションタルタロスが次のフェーズに進むことを意味した。さて本番だ、
俺たちの物語のフェーズ3だね。長年連れ添ったパートナーコウスケとドルモンはうなずき合う。マービン、エイジをこっちに起こしてくれ。ドルモンが告げた。わかった。おもりをつけて送る。お前らの背中は俺に任せろ。あれを出すんだね。当然。今使わないでいつ使うんだよ。マービンがツールを起動する。同時にこの世のものとは思えない魔性のうめきがチャットに響き渡った。サツキは現場指揮官として決断を迫られていた。左翼小隊は半壊、全体で3割近い戦力を損耗した。戦術上は全滅判定。主戦力と見ていたハイコマンドラモン ML2 体の損失は埋めようがない。長住エイジ、はがみする。長住エイジのパートナーデジモンは成熟気止まりだったはずだ。未確認情報だが、例のハッカージャッジとやり合った時完全体に進化したものの、マインドリンクとしてはコントロールを喪失し失敗に終わったはずだ。この短期間で完全体をものにした？ A 級を飛び越えて S 級クラッカーに。長住エイジはサツキに匹敵するレベルに進化したことになる。何がどうなって、どうしてあの小僧を強くした？吸盤街でコンタクトした時、何としても叩き潰すべきだった。玉姫副班長。やや不安げな部下の声が無線で飛んだ。ん？そして最悪の事態、班長のユーリンが敗北した。 SOC のリーダータルタロスのドルゴラモンに負けた。デジタイにとっては想定外、悪夢の展開だ。警察が敗北することは許されない。過去、警察が最終的に武力を用いて反社会的組織を制圧しようとした時、失敗したことはなかったはずだ。少なくともリアルワールドではなかった。でもデジタルワールドではそうはいかなかった。デジタルワールドは無法。ここは法治国家ではない。ここは戦場。左翼小隊は交代。残存戦力の再編成を。右翼、中央はゲートキーパーの攻撃に対応。幸いなことに先ほどから SOC の攻撃は止んでいる。サツキは決断した。再編成を済ませ次第デジタイは全体撤退する。副班長、しかし。しのごの言うな、これは命令だ。班長の命令でもある。この出動にあたってサツキはユーリンに厳命されていた。一つはサツキが全体の指揮を取ること。ゆえにサツキとヌメモンは成熟期にとどまり、直接戦闘は行わずマインドリンク時間を維持すること。もう一つは仮にユーリンとオーリュモンが敗北した時は即座に撤退すること。しかし班長が SOC に拘束されています。分かっている。だから撤退するしかない、叫び自分に言い聞かせる。もはや戦力の均衡は崩れた。この戦場にとどまることは全滅への道にしかつながっていない。警察官であれば直属の上司であるユーリンを見捨ててはおけない。部下たちの気持ちは分かっている。言うまでもなくシュウ・ユーリンは日本警察のカウンターデジモン部隊創設からの草分けであり第一人者。上層部からは疎まれることも多かったが、部下からは尊敬信頼されている。だが彼らはデジタイだ、警察官だ。命令は絶対だ。こちら玉姫、橘桜田、動ける？すみません玉姫副班長。ハイコマンドラモンのマインドリンカー2名は自責の念に駆られていた。相手が悪かった、サポートするから2人はすぐに撤退を。しかし
これは命令、反論は禁止、速やかに実行を。2体のハイコマンドラモンがカーゴドラモンに回収されて撤退する。続いて被害の大きい左翼小隊、他の部隊は撤退を支援する。どこだ長澄英二は。シールズワン、こちら玉姫。こちらシールズワン、現在拘束された班長を監視中です。ちょっと様子がおかしいですね。シールズドラモンの部下が変身した。どういうこと？ホロライズしたクラッカータルタロスらしき人物と幹部が集まって何か始める気なのか。すまないけど、シールズワンはそのまま監視を続行、ただし危険を感じたら撤退を優先して。ウォールゲート。エイジは幹部の一人に守られながらリーダータルタロスの元に駆けつけた。ドルゴラモンは成長期のドルモンに戻っていた。隣ではタルタロスがホロライズしている。木坂田康介、ほぼ本人を模したアバターだ。じゃあ新人は送り届けたんで、俺はそろそろ。成長期に戻ったルガモンを護衛してきた SOC の幹部はタイムアウトを告げた。ありがとう。今日の予定は？学校に子供を迎えに行く時間なんです。それは大変だ。忙しいところすまなかった。とんでもない。リーダータルタロス、いつかうちのガキが大きくなったら今日のことを自慢しますよ。パパはこの場にいて立派に戦ったんだぞって。そうか、いいな。今ならデジタイの撤退に乗じて逃げられます。じゃ。笑うと幹部のデジモンは離脱していった。デジタイの残存部隊はカーゴドラモンに分乗、撤退を始めていた。逃げるのか、サツキション。エイジはルガモンの隣にホロライズする。一体の成長期デジモン、リューダモンが拘束されて気絶していた。さっきまでドルゴラモンと戦っていたデジタイのオーリューモンがダウングレードした姿だ。警察は上司命令が絶対だ。そこら辺も各自判断するクラッカーとの違いだが。タルタロスはリューダモンを一別する。このデジモン大丈夫なの？あっちの班長さんも。気絶しているだけだ。高速ツールで動きを封じている。デジコアは傷つけていない。タルタロスの言葉にエイジはひとまず安堵した。で次は？ルガモンが尋ねた。ここまでオペレーションタルタロスは順調に進んできた。そしてここからが本番だ。まだ最終フェーズにも進んでいない。言うまでもなく、次の目標はウォールゲートのクラッキングだ。ドルモンが言った。おう。ゲートクラッキング、今回取る手段はプロトタイプデジモンによる旧式インターフェースを利用したデジタルワールドのバックドアへのアタック。プロトタイプ？旧式？聞き慣れない言葉にエイジとルガモンは顔を見合わせた。あ？あれ？知らない？ドルモンは戸惑って見せた。知ってるからって偉そうにすんな！いちいちマウント取ろうとしないで素直に教えろ。このいや、竜泉寺教授あたりから少しは聞いていたのかなとか。ルガモンとドルモンはすぐに喧嘩になる。はっ。エイジはルガモンをヘッドロックすると顔を刺した。おでこのこれか。ルガモン、ドルモン、リューダモン、3体のデジモンの額には同じインターフェースがついていた。ドルモンはうなずいた。そういうこと。この旧式インターフェースを有するデジモンをプロトタイプデジモンと呼称している。プロトタイプって試作品みたいな意味だよね。なんで俺のインターフェースが旧式なんだ。ルガモンは機嫌が悪くなった。お風呂のポンコツみたいに聞こえたらしい。デジタルワールドの古い仕様に基づいているというだけで、必ずしも優劣は意味しない。ドルモンが答えた。新しいものが
常に優れているわけじゃないってこと。実際この旧式インターフェースはウォールゲートのデジタルワールドの重大なセキュリティホールになっている。古いがゆえに、例えばあのタービランスのような深層デジタルワールドにつながる穴、裏口だ。デジタルワールドのシステム管理者、神の盲点だ。そこをつく、タルタロスが言った。おお、神の盲点。なんだかすごそうだ。エイジは興奮した。つまり旧式っていうのは古の伝説の力みたいなもんか。ルガモン、お前やっぱなんかすごいのな。ああ、まあ俺がすごいのは知ってたけどな。ルガモンはインターフェースを猫みたいに前足でフキフキした。とりあえず二人が納得したので、ドルモンは続けた。ゲートクラックに必要なのは3体のプロトタイプデジモン、データ種、ワクチン種、ウイルス種による3種の鍵を用いた同時クラッキングだ。三層国ってやつか。エイジは DDL の受付ロビーにあったホロライズのオブジェを思い出した。データ種は俺、ワクチン種はそこで拘束しているリュウダモン、そしてウイルス種はルガモン、お前だ。おう、それで俺たちは何をすればいいんだ、ドルモン。エイジは気がせいた。 S 級クラッカーになった今なら何だってできるはず。目的に向かって突っ走る時だ。何もしなくていい。え？ドルモンの返事にエイジとルガモンは拍子抜けした。クラッキング作業は全てタルタロスが実行する。俺たちプロトタイプデジモンはあくまでもインターフェース、媒介装置として機能する。ああ、そこで寝てるリュウダモンはデジタイだもんな。ルガモンはガテンが言った。そういうこと。警察がゲートクラックに協力するわけがないしね。でもそれでいいんだ。拘束しておけばインターフェースとしての用は足りる。だから戦ってねじ伏せた上でリュウダモンを拘束する必要があった。ルガモンはインターフェースで、俺は？何をすればいいのだろう。エイジは困ってしまった。ルガモンとドルモンは顔を見合わせる。祈っとけ。祈って。ウォールゲート。ルガモン、ドルモン、拘束されたリュウダモンが三角形の配置に並び、ホロライズしたコウスケがその中心に立った。プロトタイプデジモンのこと教えてくれてもよかったのに。エイジは暇そうだ。ただ旧式インターフェースを三属性集めればいいわけじゃない。ゲートクラックを実行するためにはプロトタイプデジモンとして完全体に進化できるスペックが必要だった。ドルモンが答える。で、俺とルガモン、ソルガルモンの出待ちだった。そう、お前たちの進化を待っていた。ドラモンの説明によると、旧式インターフェースの規格は本来完全体までしか対応していないのだという。理由はわからない。仮説としては、昔のデジタルワールドではデジモンは完全体までしか進化できなかったのかもしれない。ドルモンやリュウダモンが究極体になれるのはプロトタイプとして新たなステージへの進化を成した結果だ。オペレーションタルタロス、フェーズ3を実行する。コウスケが宣言した。ここからゲートクラックまではノンストップだ。ドルモンとルガモンの戦闘能力は一時的にゼロになる。 SOC の諸君の奮闘に期待する。マービン、背中は任せたよ、ソングスミス。任された。ドルモン、エイジ、リーダーを頼んだぞ。ウォールゲートは鳴動する。新たなデジモンの登場に、巨大なマシン型デジモンが出現し、 SOC のメンバーを守るように立った。あれ、まさか無限ドラモン。エイジは見覚えがあった。 X 国データサーバで失われたはずの
国家機密級デジモン。いや、似ているが違う。ルガモン？赤い、あれはカオスドラモン、究極体、マシン型、ウイルス種。二足歩行の肉食恐竜をベースにしたマシン型デジモンだ。無限ドラモンのプログラムのバージョンをより自律的、破壊的にチューニングしたのがカオスドラモンだという。デジタルワールドの超金属であるクロンデジゾイドを再生成、より高度を上げたレッドデジゾイドを用いた血のごとき真紅のメタルボディは、あらゆる攻撃を跳ね返し、あらゆる対象を破壊する。必殺技は両肩のキャノン砲から発射される超ド級エネルギー波、ハイパー無限キャノン。先決の暴君は大型キャノン砲でウォールゲートの空を薙ぎ払った。殲滅。宇宙に星が散るがごとく、ゲートキーパーの軍隊が呪術つなぎに爆発しながら消し飛んでいく。究極体カオスドラモン、 SOC が集めていた国家機密級デジモンってこいつかよ。でも誰がマインドリンクして？このカオスドラモンはボットだよ。マービンがチャットで言った。彼はエアドラモンでマインドリンクを維持したままだ。ボットってこのカオスドラモン、マービンが操作しているのか？ああ、このカオスドラモンは凶暴すぎてな。こいつとマインドリンクできる人間なんか、おっと。カオスドラモンは方向する。声を聞いただけで、まだゲートに残っていたスラムのデジモンたちは、捕食者に気づいた草食動物みたいに逃げ出してしまった。やばいのだ、こいつは。本来敵も味方もない攻撃 AI プログラムそのもの。マービンでさえコントロールに苦労している。まあちょうどいい頃合いだろう。逃げていくデジモンたちを見てルガモンがつぶやいた。9番街のデジモンたちは？やばくなりそうならすぐ逃げるように言ってある。大丈夫、スラムの奴らは得にならないことはしねえから。ルガモンは笑った。カオスドラモンはマシン型、サイボーグ型と同様ツールとの相性がいい。俺がそばにいて状況に応じてコマンドで指示し続ければ。マービンのツール操作でカオスドラモンは自身を敵の的として晒しながらウォールゲートの中心部に向かって突進した。無双。レッドデジゾイドの暴流は虚弱な敵を一方的に殴る。たった一体の究極体がすっかり戦場の状況を変えてしまった。タイムリミットは奴が来るまでだ、タルタロス。マービンはかつてと同じ言葉を手向けた。長くは持たんぞ。すまんなマービン、エイジ。コウスケは決意する。ユーリン、勝手だがお前たちの意識とデジコアは私が預かった。今回はお試しではないのだ。最初で最後のチャンスになるだろう。ウォールゲートをクラッキングするか、やつ真相の最上位ゲートキーパーの刃の錆となるか。見えないカウントダウンが始まっていた。仲間に背中を預けると、準備を終えたコウスケは仮想モニターを展開、コマンドを実行する。ゲートクラック。